おはようございます。本日は9月の、10日木曜日でございます。朝日はまだ昇ってない。今日タイムラプス撮るのにいいかもしれないです。現在時刻は6時です。おはようございます。本日は、9月9日の水曜日でございます。ちょっとやっぱ天気はあんまり良くはない。曇ってる感じですね。タイムラプスはね撮れないかな。うん、昨日でも雨は夜は降んなかった感じですね。路面は乾いてるので。でも曇ってる感じです。そういえばね、HDMI ケーブルの接触がなんかすごい悪くなってしまったんですよね。なんかもともと貧弱なやつも入ってたっていうのもありますけど、なんかやっぱ多分テンションかなんかがかかって、なんか最初なんか歪んでた感じだったんですよね。ちょっとこれで、これ美味しいんですよ。前も紹介したかな、これなんか福島駅で買ったカナダのやつなんですけど、うん、なんか中のクリームがなんていうんですかね、このなんなんだろうこれ、なんか中にめっちゃ不思議なクリームが入ってて、なんか外側は普通にクッキーみたいな感じで、なんか何なんだろうこの、なんかめっちゃ砂糖がなんかジャリジャリしてない砂糖とか、あとなんかキャラメルっぽいのが混ざったなんかナッツ系のクリームみたいなのが入ってて、めっちゃ美味しいんですよね。これ結局昨日の夜ももう遅かったんで食べなかったんで、もう今日の朝ごはんこれにしたいと思います。丸ごとバナナですね。はいちゃんと冷やしてきましたね。やっぱりねこういうのってマシュマロで学びましたが、冷やさないといけないですね。くっついたりとかしないと思いますけど、腐るかもしれないんで、マシュマロもすごいあれだけでっかかったのに全部くっついて全部一つのマシュマロみたいになったので、ああいうのとかこういうのは絶対冷やした方がいいです。今日行こうかめっちゃ迷ってるんですよね。どうしよう。ちょうど1週間ぐらい前だと思うんですけど来たのは。はい、帰還時刻4時半です。いやー今日マジでね、ジロー行こうか迷ってるんですよね。土曜日に友達と約束があるんですけど、友達って長谷川なんですけど、と行く約束があるんですけど、なんかね、どうしても行きたいんですよね。あれですね、でも今日ちょっと明日また学校ってこともあって、ニンニク抜きを試してみたいんですよね。なんかあれですね、雲がめっちゃ怪しい。なんですかね、この雲。なんかすごい、なんか、くっきりここで分かれてるのは何なんだろう。なんかすごい異様。やっぱりいつも味を求めてニンニクてか、まあ全マシマシにしちゃうんですけど、ちょっとね、やっぱり次の日どっか行かないといけなかったり、まあ食べた後人に会わないといけない時とか、やっぱりそのニンニクない方がいいなと思って、結構やっぱ自分でも臭いレベルで臭いんですよ、もう部屋とかも。なのでちょっとニンニク抜き食べてみたいなと気がするんですけどね。うん、どうせ週末だったら別にニンニク入っててもいいんですけど、まあ今日平日ってことでちょっとニンニク抜きをチャレンジっていうか、ニンニク抜きの方が食べれると思うんですけど、ちょっとニンニク抜き食べようかなって考えてはいるけど、どうしよう迷ってます。なんかこれ家族にもらったんですけど、これ何なんですかね、シフォンケーキみたいな、なんかスポンジケーキみたいなやつですね。うまそうっす。よっ、お、うまっ。スポンジケーキです。うん、なんか全然スポンジだけでクリームとか乗ってないんですけど、なんかすごい甘くてなんか濃厚で美味しいです。これ何なんだろう、どこのやつ、これどこのやつっていうか、これめっちゃ美味しいです。もう多分自転車行けるでしょ。ちょっと乗ってみます。
あ、まあ、ちなみにもうあの口の匂いはほぼなかったですね。今ちょっと家族と話してて、あ、ちなみに口の匂いどうみたいな、あのいつもジロ帰ってきた時臭いって言われるので、あ、ちなみにどう今日って聞いてみたら、いや全然大丈夫だよということで、はい、これならね、あの人と会う前でもあの十分食べれるんじゃないかなと思いましたね、うん、あの全然いけました。てかやっぱりあのニンニクあるとちょっと胃がもたれ気味になってちょっと辛いとこあるんですけど、まあ、今回のちょっとスルッと意外といけましたね、うん、あんまりそのなんていうんですかね、そんなに苦しい感じもなくて、あの油の量とかも普通だったんですけど、まあ、そこそこスルッと、食べることができました。あの結構 あっさり系ではないけど、やっぱりニンニク入りのと比べれば全然あっさりしてるんですごく食べやすかったです。ちょっとコーヒーいっぱい飲んでいきますよっ。やっぱあれですね、時間なくて豆から引いてる時間ないときはやっぱバリスタちょっと優秀ですね。うん、あと朝起きてすぐ飲みたいときとか、あの夜寝る前とか、あのそういうときにやっぱバリスタあるといいですね。やっぱ豆で引いたコーヒーは美味しいけど、バリスタは手放せませんね。やっぱこういう時に飲むのに最高です。でも美味しいんですよね普通に。うん、なんかあのそこら辺のあのインスタントコーヒーとかより、あの粉コーヒーとかより全然美味しくて、もうめっちゃいいです。でこれ機械がこのなんか適量、水と豆の量を自動でやってくれるんで、あのちょうどいい濃さにできるので、もうすごい気に入っておりますね。やっぱりもうこれもね、そろそろ、あでもさ、そろそろ1年は経たない、でも結構10ヶ月ぐらい使ってますが、めっちゃいいです。豆もねそんな高くないですよね。なんかこう ボトルみたいなのに入ってて、それが600円ぐらいなんですけど、それで50杯ぐらい作るんですよ。だから1杯13、4円って考えるとそんぐらい少ないですか。多分市販のコーヒーっていうか、その缶コーヒーだと多分これ2杯分ぐらい入って100円ぐらいだけど、これは、まあ、1杯20円だと思っても全然安いので、これコスパも最強だし、めっちゃ簡単に出られるし、なんか最強ですね、改めて思いました。これちなみにこの前予告した通り、この Amazon のカード、あのギフトカード買ってきて、買ってきて、あの2000円分買おうと思ったんですけど、ちょっとね、お金のミスで1500円しか出せなくて、1500円しか買えませんでした。まあ、貯金はあるんですけど財布の中になくて、ちょっとぴったりしか持ってない計算だったので、ちょっと計算間違えて1500円しか買えませんでしたが、まあ、とりあえず、あーでもそっか、代金を後からコンビニで支払うっていう方法もあるのか。1500円分だけとりあえずこれで払って、後からでも300円ぐらいだもんな。それでいきますか。じゃあ後から支払いするできんのかな、これと兼用ちょっとやってみます。そういえばこれ全然最近 Amazon で買い物しなかったんで分かんなかったんですけど、これなんかあれですね、なんかこの10円玉で削るタイプじゃなくて、この剥がすタイプになったみたいですね。この左側より離してくださいって書いてあるんですが、わざわざ10円玉探して削らなくても、これ剥がすだけでこのコードが出てくるようになったみたいです。 OK、 ギフト券で支払い、注文完了、確定します。さあ OK、 ありがとうございます。ご注文が確定されましたと。これでちょっと到着を待ちたいと思います。はい、ちゃんとこれテーブルタップ買ってきてもらいました。ちょうどなんかダイソーでいいよって言ったんですけど、ちょうどダイエートにいたみたいで、ちゃんとしたの買ってきてくれました。3口の3メートルのタイプですね。全然余裕で使える1500ワットのね、コード付き安全タップってやつですね。ちゃんとした時のやつ。なんか耐熱、こう熱が起きても大丈夫だよみたいなことと、あと断線しにくいよってのと、トラッキングしにくいよってことが書いてありますね。うん、まあ普通の
まあ、普通に一般的なやつを、買ってきてもらいました。開けよう開けよう、よっ、ちょっとあれだ、切るものがない。よっ、開封していく。なんかね、普通のやつって言っても最近、てか昔のテーブルタップしか自分使ってなかったんで、なんかこれ袋の素材がこれビニールじゃなくて、なんかこの何ですか、このプラスチックみたいなの入ってるんですよね。これ分かりますかね、こういう。ちょっと開けていきます。開け口とかないのかね、このまま切る感じか。なんかめっちゃ厳重。ちなみにこれも300円ぐらいだったらしいです。お、普通ちょっと照明が、あ、そう、照明の電源もないんで、これを、まあ、欲しかったんですが、おお、自分全然古いのばっか使ってるんで、結構、おお、なるほど、なるほど。あ、いいですね。やべ。で、この先っぽがこんな感じになってる感じですね。うん、3口ついててみたいな。で、電源のこの差し込み口、この差し込み口の方が、これなんかトラッキングしないように、なんか、あ、根元にこのビニールみたいなのが貼ってある。トラッキング、こう刺してもトラッキングしないように。あとなんかこのケーブルになんか膜みたいな、なんか一層このビニールの内側になんか一層あって、あの、破れにくい、断線しにくいみたいなことを歌ってましたね。とりあえずこれ、取り付けていきます。とりあえず付け方として、ここにベッドがあるんですよね。で、ベッドのこの壁の下に電源があるんで、そこからこうベッドのヘッドのところを通してきて、で、ここの下のあたりに、この差し込み口を出して、まあ、とりあえずこのバリスタと照明、今ちょっとこれ、ここの撮影用の照明があるんで、それと、とりあえず接続したいと思います。ちょっとすいません、色味ちょっとミスってましたが、この下にこの伸ばしてきて、このベッドのヘッドのところをずっと通してきてきた感じで、で、このバリスタとこの照明をつなぎました。はい、ということで、ここの、撮影スペース、ここの照明が使えるようになったんで、結構照明はいいかも。これデスク用の照明なんで、これは使わないで、これをこのウォールランプを撮影用の照明にしようと思ってるんですよね。これどうですかね、これだけで結構明るいですよ。これこういうふうに向きとかも変えられるんですよね。こうやってこの左右も変えられるし、上下の向きもこんな感じで変えられるんで、これ結構撮影用にいいかなということで、はい、こんな感じですね。うん、とりあえず照明の当て方の練習は今度しとくんで、今度の雑談の時にでも、もうどうせこれ多分、例えば Vlog エピソード100もうすぐ行くんですよね。今日が多分96か、ん？多分今日96なんですよ。違う、明日が96か。なんで、78。違う、今日が96で、明日が97なんですよ。なので、日曜日に、まあ、エピソード100行くんで、その時なんかしらやろうかなと思うんですよね。ぜひご覧ください。何やるかはちょっとまだ決めてませんが。まあ結構、ね、多分長くなると思うんで。でも100、
でも100回続いたって結構ちょっと待って、これだから長くなってしまう。ちょっとまた今度話します。